多大な犠牲を払いながらも播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、光希も姿を消してしまう。近しい者が離れ、家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。瀬名が責任を負って命を落とした。悲嘆から立ち直った家康は、謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に、自ら大軍を率いて出陣した。信長編第6章、初行、高天神城の戦い。家康、信康のことすまなかったな。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実、やむを得ぬ処断でした。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ増えたな。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。で、あるか。兄上、この者は従者の弥助だ。宣教師のもとにいたのを俺が召し抱えたのだ。いい面構えだろう。ええ、なんとも頼もしげな。弥助殿、私は徳川。徳川家康とも存じています。以後お見知りおきください。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよう。はこれより高天神城の岡部元信を攻める。岡部の危機を知れば、勝よりも増援を送ってこよう。敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を尊ぶ。良いな。はとはいえ、岡部殿は難敵、心してかからなくては。うむ、岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来、俺の敵であり続けた因縁の相手、手を抜くつもりはない。かつての強豪ももはや恐るに足らず、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢、これでは戦にならぬ。のろしを上げよ。急ぎ救援を呼ぶのだ。俺は救援を求めるのろし。お味方の到着まで我らは時を稼がねば。一発献上。打ち死に。こちらの軍人を脅かそうという。時が惜しい、迅速に迎え撃て。我らの進軍を妨げる者あらば、ことごとく切り捨てよ。かの砦、守りがおろそかになっているようだ。今のうちに落としてしまえ。本陣を守るのだ。心得まし、心得ましたは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。徳川急げ。
信忠様はご無事ですね。私も一人の将として務めを果たさなくては。よせ、敵の弓兵を排除できたようだな。これで高天神城へと進むことができよう。受けませんね。受けたまわった、受けたまわった。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねばなる。勝頼が味方を見捨てたとなれば、武田の名も地に落ちることになろう。敵の手がもうここまで。勝頼様のため、ここは何としても耐えねば。うん、砦を制したようだな。敵が岡部殿に気を取られている今が好機。不意をつき敵を叩け。心得ました。行くぞ。織田徳川勢を叩くのだ。無駄なあがきを。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。来たか家康、相手に不足なし。これが岡部殿との最後の戦。手加減ご無用、参られよ。まず采配を振るう将を撃て。敵を混乱させるのだ。王の敵将撃ち取りました。撃ち死に。指揮する将を失っては足並みが揃わぬ。ここは私が。急げ。生きた。急げ。心得ました、心得ました。これでどうだ。敵将撃ち取ったり。その程度の策かゆくもないわ。自分の前、あなた素晴らしい侍です。ここで命を落とすことは惜しいです。お主もよき侍と見る。侍同士主がため、正々堂々切り合おうぞ。あのね、勝頼様からの援軍さえ来れば、ここは一旦城に引き上げるほかあるまい。逃した。高天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。負ける気しませんね。耐えきれん。聞かせてもらう。受けたまわった。皆の者、岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着までここが正念場ぞ。開門。時を稼ごうと、そうはさせん。受けたまわった。出てきた敵を早々に打ち払え。マスター、かけよ。織田徳川の本陣を落とす。受けたまわった。角だ。奇襲か。地の利が敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。ここは私が。心得。
せます。敵将討ち取りました。心得ました。耐えきれん、引かせてもらう。起死回生の好機、織田信忠を討ち取れ。本陣が危ないです。信忠様を守らなくては。いや、敵将討ち取ったり。ここは引こうか、あるまい。助けられたばかりでは不甲斐ない。私も助けより受けたまった。一層励まねば。ごめんなさい、どうぞ。受けたまった人数が襲われている。みんな急ぎ信忠殿をお守りせよ。織田の勢い止まらぬか。その敵を倒さねば、本陣を落とされては前線の味方が後輩を突かれてしまう。聞かせていただこう。なんと見事な物か。堪忍ならぬ。急がせ、着実に。今の我らにとって武田など敵ではない。やっけ、出ます。ごめんなさい。受けたまった。敵将討ち取りました。力及ばずか。見事、さらに精進せよ。もっと倒します。勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした。早く出せ。敵に焦りが見えてきた。騎馬隊ごときさっさと潰して城攻めを急げ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。武田の凋落、ここまでとはな。武田が滅べば天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたとて乱世は滅ぶまい。十兵衛ならばもう気づいているやもしれん。乱世を壊し尽くすため、何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。心得。開門。物か。もはや誰も当てにはできぬ。人が武を持って迎え撃つのみ。城を枕に討ち死にしてこそもののふの本懐。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。戦う意志が衰えていません。
敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。開門。岡部だった相手だ。最後まで手は抜けぬ。私も力を尽くして戦おう。勝頼様より救治。援軍は出せぬ。分を祈るとのこと。そうか、勝頼様とで苦渋の決断であろう。ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。城に火を放て。敵を道連れに怪人と化してくれる。やすけ、出ま。受けたまわった。この上は差し違えてでも信長を討つ。ごめんなさい。この戦で多くの者たちを死なせてしもうた。攻めは拙者にある。詫びの言葉もないわ。自ら火を放つとは、さすがは岡部だの。壮絶な戦ぶりよ。ついに勝頼の援軍は現れなかったか。これで武田の名も地に落ちた。物の譜として生き、物の譜として死ぬ。悔いなどあろうはずもないわ。討ち死に。結局勝頼の援軍は現れませんでしたね。武田にはもう味方を救う余力すらないのでは。勝頼は我が身可愛さに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになろう。岡部との戦、少し昔を思い出した。昔でございますか。あの男、元は今川義元という者の家臣でな。当時今川家は天下随一の強大な勢力を誇っていた。だが俺は桶狭間で今川に勝利した。その時義元の愛党左文字と共に天下への志を義元から継いだんだ。左文字にはそのような由来があったのですね。うむ、左文字が俺の手にある限り天下一心の志が折れることはない。安家、お前が相手だとどうも無駄話が過ぎる。次は甲州討伐だ。お前の働きにも期待しているぞ。はっ。